はい、どうもありがとうです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、初心者が乗るべき車について、プロの現役大型トレーラードライバーである私あやとが解説していきます。結論から言うと、自分が一番欲しくて一番乗りたい車に乗るということです。これは SUV だろうが、走り屋系のスポーツカーだろうが、高級車であろうが、軽自動車であろうが、何でもいいので、まず今自分が欲しいと思う車、乗ってみたいという車を探して見つけるということを行う必要があります。一般論で言うとですね、例えば初心者マークのうちからそんな高い車に乗るとぶつけたり傷つけたりするからやめた方がいいとか、そんな高性能なスポーツカーに乗ったら絶対に性能を使い切れないので乗るのはやめた方がいいといったようなアドバイスを大人からねされることが非常に多いと思うんですが、プロドライバーである私の立場から言うと、まずですね、自分の最も好きな車に乗るということが車の運転が上手くなるための最も簡単な方法です。以前の動画でもお話ししたんですが、私自身も免許を取って一番最初に乗った車はマニュアルのランサーエボリューション5というね、まあ、今でいうところのハイパフォーマンススポーツカーですね。さすがに今のスポーツカーと比べるとその性能というのもねそこまでのものではないんですが、まあ、当時としては一線級のスポーツカーと言われていました。そんな、まあ、運転が難しいと言われているスポーツカーを一番最初に買って感じたのは、全然普通に乗れるなっていうことです。よくスポーツカーは運転が難しいとか言われるんですが、今販売されている車というのは誰が乗ってもきちんと運転ができるようにセッティングされて味付けがされていますので、変なチューニングカーでないノーマルの車両であれば全然安心して大丈夫です。あのフェラーリですら20歳の女の子が片手で運転できるほど仕上がりが良い、誰でも運転ができるような車に仕上がっていますので、全く恐れる必要はないと思います。それにですね、やっぱり一番気に入っている車とか昔から憧れている車に乗ると洗車も非常に頻繁に行ったり、例えばバックで何かにぶつけたりというようなこともね、めちゃくちゃ大事な車なんで、まずしないと思って大丈夫です。やっぱり免許取り立てだとどっかにぶつけたりしないかってすごく心配になると思うんですが、私の経験から言うと、車が好きだったり車に興味がある人が買った車っていうのはその人のことをいろいろな意味で育ててくれますね。それは運転技術はもちろん、洗車の方法だとか車のメンテナンスの方法に至るまで、やっぱり愛着を持って買った車っていうのは放っておけないもんなんですね。夜中にガレージに行って一晩中眺めていても飽きないような、それくらい好きな車があるんだったら絶対にその車を最初に買うべきです。初めての車選びなので、例えば周りの大人とか先輩とかからね、そんなにいい車買って絶対にぶつけたり、まあ取られたりね、なんか盗まれちゃったりとかするからやめた方がいいよっていう人がいるんですよ、必ず。私の同級生でも当時高校3年生かな、その時点で、まあ、ちょっとねお金持ちの子だったんで BNR34 っていうねスカイライン GTR の最終型の車、これを、まあ、一括で買った子がいたんですよ。当時の値段で800万ぐらいですかね。 BNR34 V スペック2ニュルというね金色の GTR だったんですけど、これをなんとね初心者マーク貼って乗ってましたね。でその子どうだったかっていうと、車ぶつけることは当然1回もありませんでしたし、毎日ピッカピカに磨いてね、自分の家のガレージで一晩中眺めてましたね。僕もよく見させてもらったりとか横に乗せてもらったりなんかして一緒に遊んだ、まあ、子だったんですけど、まあ、彼の場合はね他の人たちの反対を押し切って120回払いの10年ローンで買ったんですね。まあ、結果としてはね、今 V スペック2ニュルっていうと1500万から2000万円ぐらいの値段になってますんで、投資という面でも、まあ、かなり先見性を持っていた、まあ、本人はねやっぱりこう欲しくて欲しくてたまんなくて買ったと思うんですけど、結果としてはねすごい今価値が上がってるんで、投資対象としてもつくづく大成功だったんだなと思いますね。まあ、そうやって好きで選んだ車っていうのはやっぱり変な運転はしないし、変な場所にも置かないし、そもそもですねなかなかこう汚れるような場所にも行かないので、まあ、ぶつけるっていうことも非常に少ないということもありまして、その子の場合は、まあ、そういった車を乗り回しながらも、まあ、サーキットに走りに行ってね、 GTR で初めて買った車ですごい速くなっちゃって、周りの人から一目置かれるようなアマチュアのサンデーレーサーになってますね。まあ、セミプロ級なんてよくもてはやされてますけど、未だに BNR34 のね V スペック2ニュール乗ってますね。その他だと僕の周りだと当時のランクル100ですね、これを買った女の子が一人いましたね。
この子も高校卒業してすぐ就職するんですけど、やっぱり車が好きな子で、ずっと欲しかったランドクルーザー100、この中期型の VX リミテッドに乗ってましたね。やっぱり大きさが非常に大きい車なんで、車庫入れに苦労するかなって本人も思ったみたいだったんですけれども、まあ意外とねそんなでもないなと、まあ慣れちゃえばねそんなに大したもんでもないです。まあこれはトラックと一緒なんですけれども、駐車場に置くときも置きやすい位置に止めたりとか、他の車のドアの開閉にねこう妨げにならないような場所に置いたりっていうようなこう心遣いもできるようになりますんで、同じようにねやっぱり車の運転っていうのは非常に上達が早いですね。プロの私からしても、やっぱりこの思い入れが強くて欲しい車っていうのは、その人のドライビングセンスを必ず引き上げてくれます。それに、例えば中途半端に欲しくない車とか、初心者だからこんなんでいいだろうとか言って、汚いね、ボロクソの車買ったりすると、そもそも運転なんかうまくならないし、車に乗るのも嫌になってきますんで、上達は遅いと思います。やっぱりね最初こうやって撮ったばかりの時っていうのは、誰に相談しても同じような言葉返ってきますよ。そんな車いらないとか、最初はこうやって安いのにしとけとかね。ただそうやって選んだ車というのは必ず後悔します。どういう後悔をするのかということについて一つお伝えしておきたいんですが、欲しい車っていうのは必ず買います。これどういうことなのかっていうことなんですが、例えば好きでもない車を買ったとしても、その車に年間の維持費やガソリン、タイヤっていうものにお金をつぎ込まないといけないわけなんですよ。そんな無駄なことをしたって、結局車バカっていうのは欲しい車を何年かけたって絶対買うもんなんですね。最初は周りの反対とか高すぎて買えないとか言って諦めるんですが、5年後10年後に必ず買うんですよ。これが私の周りの車バカの共通点なんですね。ですからその間にくだらない出費のかかる車とか、欲しくもない車の維持費に無駄なお金を払うんだったら、最初から一番欲しい車を必ず買うべきです。その方が結果としてお金を節約して買えることになりますので、これ必ず守った方がいいです。私の友人の実例なんですが、 BNR32 型のスカイライン GTR にずっと憧れている子がいて、本当は18歳で免許を取ったすぐにこの車を買おうと考えていたんですが、やっぱり周りの反対とか先輩からいろいろ言われてシルビア買ったんですね。 S14 型のシルビアを買いました。その後 S15 型のシルビアに乗り換えて、2台合わせて5年間乗ったんですが、結局5年間にかかったコストが、18歳の時に一番ベストなコンディションで販売されていた個体が1台買えてしまう金額を、そのシルビア2台に使ってしまっていたんですね。その後彼はシルビアを売却して、 BNR32 型のスカイライン GTR をね、現在の価格で500万円で買いました。結局非常に無駄なお金の使い方をしてしまったと嘆いているのがこの友人なんですね。欲しい車があるんだったらローンを組んでも必ず買うべきです。結果としてその車を買うまでにお金を使うことになりますので、最初に買っておいた方が確実に安上がりです。特に90年代のスポーツカー、 RX7 とかスープラ、スカイライン GTR なんかっていうのは、これからどん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 相場が上がってきますので、絶対に安くなるということはないです。一番安く買えるのは今しかないので、欲しい車があるんだったら今買うべきです。10年後だったらちょっとその車もう買えるかどうかわからないです。それぐらい価格の高騰というのが激しいジャンルの車になってますんで、もし手に入るんだったらランエボ、インプレッサ、 RX7、 スカイライン、フェアレディ Z、 いろいろあると思うんですが、必ず今のタイミングで買っておくべきだと私は思います。最初に買う車なので、周りの先輩や両親からは非常に反対を食らうと思います。理解してくれる人はなかなかいないと思います。そんなこと言われてもね、やっぱり欲しい車がある人は絶対に自分が好きな車を買うと思いますんで、そうやって悩んでる人のちょっとね後足になるような動画になればいいんじゃないかなと思って作らせていただきました。以前も動画の中で解説したんですが、ちょうど4月ということもありますので、高校卒業して免許を初めて取ったという方も多いんじゃないかなと思います。そんな初心者マークの車好きの方に有益な情報を伝えたいと思いまして、私の実体験と周囲の経験から一つお話をさせていただきました。ぜひ好きな車を買っていじくり回して眺めながら自分の運転を上達させてくれる、育ててくれる、そういった車と出会いがあるといいですね。
もし好きな車があるんだけど親御さんに反対されているというような方がいらっしゃいましたら、この動画見せてあげても全然構わないですからね。プロドライバーのあやとさんが言ってたよっつってね、まあ、実際に大型トレーラーのプロとして私今仕事をしていますが、自分の経験からも周囲の経験からも確実な事実だと思いますんで、車を買う前から自分のことが車バカだと思っている方は必ずですね、この動画を参考に勇気を持って好きな車を買っていただきたいと思います。おそらく同じ属性の人間だと思いますんで、初心者の方の気持ちというのは非常に共感ができますね。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。ちょうど4月ということもありますので、免許を取られたばかりの方に向けた動画というのを今月は重点的に更新していこうと思っております。プロドライバーから見たいろいろな知見や技術経験というものをこちらのチャンネルから初心者の皆さんに公開していこうと思っておりますので、ぜひご視聴いただければなと思います。こちらのチャンネルが気になった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではあやとでした。おやすみなさーい。